水越峠奈良県御世市と大阪府南河内郡、千葉や赤坂村の間にある国道3百9号旧道上の峠、以下で述べる、和歌山県有田郡広川町と日高郡由良町の間にある、和歌山県道177号南加那や由良線上の峠、島根県浜田市にある、島根県道、広島県道7号浜田作木線上の峠、島根県大地郡有南町にある、 島根県道292号、堺豊砂線上の峠、広島県広島市秋区にある、広島県道85号下瀬や海田線上の峠、広島県三好市と秋田方市の間にある、広島県道438号派手には、向原線上の峠、広島県広島市浅南区にある、登山道上の峠、大分県佐伯市にある峠、水越峠水越峠は、 奈良県五世市と大阪府南河内群、千葉屋赤坂村の境にある峠、1980年代初頭までは、非舗装道路であった。その後舗装はされ、道幅は狭いが、南河内地,地域とカツの吉野方面を結ぶ、幹線道路として、かなりの交通量があった。1997年5月に水越トンネルが開通したことにより、峠の交通量は激減した。 現在は国道309号線9道が通る山と桂木山と金剛山の間の峠であり、これらの登山口でもある。このため付近には登山者の自動車がよく駐車されているが、水越峠から大阪側へ少し行ったところに、千早赤坂村村への無料駐車場30台分程度がある。土休日限定で、金剛バスが近鉄長野線とんだばやし駅と、 水越峠を結ぶ路線バスを運行している。峠から奈良川に少し降りたところに祈りの滝がある。水越峠の中からも察せられるが、江戸時代には峠を挟んだ、山和国側と河内国側で水争いがあったという。土のをいくつか積むだけで河内へ落ちる水が山和に流れることに気づき最初に実行したのは、ながらの上田角野信という、その時はまだ12、 三歳の少年だったのだが、結果このことがその後の大和川の推理権を確立することになった。1580年頃には、河内の農民3名がこの席を壊し貼り付けになる。1700年にも、河内の農民が席を壊したがその時は誰であるか、わからなかった。翌1701年旧暦5月6日には、大勢の河内の農民が手に手に棒を持ちほらがよ、吹いて集まり、 カツ山川の万乳型企業者の水と腰口業者の水を同時に河内側に切り落とした。翌日には大和川が取り戻すが8日には河内の農民船20人が一気をなして両方の水を切り落とす。大和川が武行に提出した訴状には田植えのさなかというのに一滴の水も大和へ漏らさなかったとある。旧暦12月21日に京都書次第から 大和川古くよりこの水を使っていたにより大和の物なりと判決が出た。御所市ながらの本久寺で7月18日に行われる格野神祭りは上田格野神に対する法恩と五国法上を祈願する行事である。また御所市立ながら小学校の校庭には上田格野神の功績を称える懸賞碑がある。大阪側から水越トンネル百九十七年五月に 水越トンネルが開通。2000年3月7日に大規模な火災事故が発生。その事故は報道などのテレビ番組で取り上げられた。この事故でトラックのエンジン部分が出火、炭荷のプラスチックハンガーなどが燃え、農園、熱気、有毒ガスにより18人が負傷した。水越トンネルに関するカテゴリー、ありがとうございます。